はいどうもゆきです。今回はパワポケ5裏のみさきちゃんのイベントを見ていきたいと思います。最初に発生するのはアワビ村ですね。ウコン岳をご存知ですか？知ってるけど、あの山にクス氏が住んでいるんですよ。あんなところに人が住んでるのか。はい、いつもはそろそろ薬を売りに来る頃なんですが、来ないんですか？そうなんです。最近は妖怪も活性化していますし、心配でなりません。もしよければ無事かどうか見てきてくれませんか？引き受けましょう。ではよろしく頼みます。そしてここのウコン岳に行きますと、ウコン岳に着いたぞ。アワビ村の人の話だと、ここにクス氏が住んでるんだよな。地図だとこの辺りなんだけど。あ、ゆうきくん、あっちに小屋があるでやんす。よし、行ってみよう。いました、みさきちゃん。え？こんなところに女の子が。まあ、ここの人だろうから声をかけてみよう。すいません。あ、はい、なんでしょう。クス氏に会いに来たんだけど、かわいいっすね。で、ご用件は？直接会わせてもらえるかな。私がそうですけど、え？あ、ごめん、まさか君がクス氏とは思わなかったから。はい、それはいいんですけど、あ、要件ね。実は、アワビ村の人に頼まれて様子を見に来たんだ。最近薬を売りに来ないって心配してたよ。あ、そうだったんですか。新しい薬の調合に夢中ですっかり忘れていました。要件はそれだけですか？あとは仲間になってほしいですね。今この国で戦が起こってるのは知ってると思うんだけど。はい、知ってますよ。クス氏として手を貸してもらえないかな。私がですか？うん。私なんかでいいんですか？ご迷惑になるだけだと思いますが、ぜひ一緒に来てもらいたいんだけど。わかりました。戦闘には参加できませんけど、よろしくお願いしますね。ゆうき、君は？みさきです。これからよろしく、みさきちゃん。まあでも、みさきちゃんといえばね、悲惨な運命をたどることで有名なんで。元気な顔が見れてほっとしました。大したもてなしはできませんが、今夜はゆっくりおくつろぎください。ありがとうございます。で、こっからランダムイベントですね。ゆうきさん、薬の材料を取りに行きたいんですけど、でもここで行かないを選ばないといけません。そうですか。じゃあまた今度にしますね。ちょっと薬を売りに行ってきますね。そして、まあまあ売れましたよ。お、ナイスですね。みさきちゃん？ちょっと、大丈夫。今は、近寄らないで。片言になってる。みさきちゃん。復活してきた。大丈夫？すいません。もう平気。ですから、今のは、おかしくなってきました。うわ、何の音だ？ゆうきくん、一体何事でやんす？わからないよ。裏の林の方から音がしたでやんす。よし、行ってみよう。なんだこれの荒れようは。木がなぎ倒されてるでやんす。何が起こったんだ？ゆうきくん、こっちに何か落ちてるでやんす。これは、野球人形のパーツだ。でもなんでここに？パーツっていうか壊れたパーツばっかだけど。ゆうきくん、早く来るでやんす。誰か倒れてるでやんす。みさきちゃんだ。大丈夫？ゆうきさん、よかった、気がついた。私、みさきちゃん、一体ここで何があったんだい？もう飛躍でも抑えられなくなってきてる。え、飛躍？抑える？はい。それは一体、少し長いですけど聞いてくれますか？もちろんよ。私には鬼の力が宿っているんです。鬼の力？鬼って妖怪の？みえ、そういうのとは違います。私の家系では稀に不思議な力を持った子供が生まれることがあるんです。それが鬼の力？はい。でもなんでそれが鬼の力って呼ばれるんだい？危険なものなの？この場所を見ればわかると思いますが。え？これをみさきちゃんが？はい。でもその力を使わなければ、それが一番いいんですけど、私の精神力ではとても抑えることができないくらい大きな力なんです。今はまだ先祖代々伝わる飛躍で何とか抑えていますけど、それももう限界みたいです。何とかならないの？はい。飛躍で抑えられない今、私が鬼の力に飲まれるまでそう長くはないと思います。一度でも完全に飲まれてしまえばもう正気には戻れません。こんなこと頼んでいいのか分かりませんけど、もし私が力を抑えられなくなった時、完全に鬼に飲まれてしまう前に殺してくれませんか？分かった。これそれはできないにすると美咲ちゃんいなくなっちゃうんで、約束するよ。今度力が暴走した時はこの手で止めてあげるよ。ありがとうございます。ではその時まで改めてよろしくお願いします。その時までとか言うなよ。で、このまま力の暴走がないまんま、エンディングを迎えることができると、アルバム見ることができます。美咲は自らの鬼を封じるため、より強力な飛躍を研究中である。あ、すいません、それ撮ってもらえますか？ん？これかな？はい、それです。どう？体の調子は。今は大丈夫みたいです。そっか。私に作れるんでしょうか？できるさ、美咲ちゃんなら。ですが、ランダムイベントで3回悪いことが発生してしまうと、ちょっと悲しいエンディングに行くんですけど、ドサというように、みさきちゃんが倒れてしまいます。
私は、まだ大丈夫。まだ抑えられる。く、辛そうですね。二回目。きつそう。私は、まだ大丈夫。まだ抑えられる。はず。く。そしてとうとう迎えたこの日。く、みさきちゃん、ダメです。もう、抑えられない。うおーということで敵になってしまいます。みさきちゃん。くそ、やるしかないのか。七浦みたいな感じで形状が変わることはないんですけど、逆にみさきちゃんとの殴り合いっていう風にね、はっきりわかるのが悲しいところでもあります。まあただここは倒してあげる方が、結局ね、みさきちゃんのためにというか、みさきちゃん自身の願いなんでね、カトンをもう遠慮なくガンガンと打っていって、みさきちゃんを落としに行こうと思います。だ回復とかね、かまいたちとかやってくるんで、時間自体はかかるんですけど、まあ、そんなに強くはないので、一応レベルはね、向こう30の状態にはなってるんですけど、基本能力がそんなに強くはないのでいけるかなぁと思います。はい、OK ですね。ズバ。美咲ちゃん。ゆきさん。ありがとう、ございました。くそ、結局どうすることもできなかった。これは、美咲ちゃんが作ってくれたいつもの薬。はは、やっぱりまずいや。こうして、美咲は死んでしまいます。なんでね、美咲ちゃんがちゃんと正式に仲間になったら、早くゲームをクリアしてあげた方がいいのかもしれませんね。他のシリーズの美咲ちゃんも結構まあ悲惨な目に遭ってたりとか、あきみちゃんもそうですけど、悲惨な目に遭う女の子たちいっぱいいます。その子たちも動画で紹介していきますので、気になる方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。バイバイ。